2020年から進めてきた福山城の令和の大武神がついに完了。今月号では新しくなった福山城とリニューアルした福山城博物館、また築城400年を記念して開催されるイベントをご紹介します。福山城博物館リニューアル。1966年に福山城が再建されて以来初となる大規模リニューアルを実施しました。福山城と福山藩の歴史を学べる展示内容に特化し、クイズコーナーや体験型コンテンツも充実。壁面を活用した大型3面シアターなど最新のデジタル技術でよりエンターテインメント性が高い展示へと生まれ変わりました。エレベーターを設置し利便性も向上しています。全国唯一の天守北側鉄板張り。令和の大武神では残された古写真や当時の鉄板との比較検証などを行い、素材感などを再現するとともに安全性、再現性に配慮した復元的整備が行われました。皆さんにご協力いただいたクラウドファンディングや地元企業の寄付により、鉄板の黒と城壁の白が美しいコントラストをなす王子の姿が堂々とよみがえりました。築城400年記念イベント。初代藩主水野勝成が幕府に福山城の完成を報告した日にちなみ、8月27日、28日には華やかなイベントを多数開催します。27日には落語家春風亭昇太さんや城郭ライター萩原幸子さんのトークショーのほか、夜には福山城ライトアップ点灯式を行います。28日には福山城博物館がついにリニューアルオープン。天守前広場で伐採された桐の木で作った福山琴の演奏や鉄砲隊演舞など地域の伝統芸能が披露され、福山城築城400年を盛り上げます。詳しくは電子版広報に掲載しています。広報福山で検索。